金運の図を広げてくれる大吉図、お金の図を大きくする第一歩なんです。運が覚醒する金運上昇チャンネルのタガミーです。金運年間7番目突破記念書店購入キャンペーンをやっております。購入したレシートでご応募いただくと金運が上がるご符をプレゼントします。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。9月31日金運月がやってきます。今月も2日も麒麟日で、珍しく月に2回訪れるんです。金運アップのチャンスが増えるので嬉しいですね。麒麟日は麒麟がお金の器を補強し、大きく頑丈なものに作り変えてくれるお金の吉日です。最近金運がダダ漏れみたいという方や、臨時出費が続いている方には特におすすめです。金運の器のサイズまでしか収入が上がったり受け取ることができないと言われています。ですので、どんな方にも嬉しい吉日ではないのかなと思います。宝くじ当選や臨時収入、大きなお金を手にしても瞬く間に使ってしまってお金が残らない場合は、お金の器が小さいことも原因の一つです。また自分に稼げる金額はこのぐらいだと、お給料の相場までしか稼げないという思いが強い方も、お金の器が何年も変わっていないからかもしれません。お金の器を壊して作り変えることで、シングルマザーでお給料日目前になるといつもお金に困ってたという方も、月50万円目指しますと変わり、50万円を達成した次は100万円と、ご本人も変わってお金の器も変わっていった方もいらっしゃいます。結局この方は100万円も達成して頑張ってお給料の相場までしか稼げないと強く思い込んでいたんですが、それが嘘みたいになくなって不思議なくらいと言っていました。麒麟日って金運にはとても強い吉日なので、ぜひ麒麟日のアクションでお金の器も収入の額も大きくしていただけたらなと思います。まずはじめに龍神さんのつながり、場を清める、ティン社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず麒麟についてどんな存在か簡単に説明すると、麒麟がいるところには必ずいいことが起こると言われています。めでたい印の随獣なんですね。麒麟は神獣の中でも家を災いから守る力が最も強いとされていて、家に飾ると災いを取り除き、家中の運気を上げ財を成してくれます。子孫繁栄や学問成就など守備範囲も広く、とても万能なんですね。しかもお家の中に置くと、麒麟は悪人には敵意をむき出しにし、善人は守ってくれるという、悪い人を近づけないようにしてくれる心強い存在です。とても縁起がいいので、うちも麒麟さんを飾っています。確かに平穏だなと感じますね。そんな麒麟さんは麒麟日になると、お金の器を大きなものに作り変えたりと、ほころびや穴などを修復して頑丈な器へと強化してくれます。お金の器を大きくする第一歩なんです。法律がお金の器にお金を呼び込んで集めてきてくれて、その後お金の器に溜まったお金をあなたの元に流してくれるので、法律のアクションをより効果的にするためにも、最初の麒麟日のアクションをしておくと聞いてくるんですね。30日の麒麟日はどんな運気なのかを見てから麒麟日のアクションをお伝えしますね。30日は十二直が除くで、百凶を取り除く吉日です。この日大吉となる行動は、この日も美容系がいい日なんです。美容室、エステ、マッサージ、岩盤浴やサウナなど全般にいい日です。天秤座を迎えましたから、美容パワーも強くなって、さらに相乗効果がありそうですね。コメント欄でも、髪の色を変えた方やメイクを秋色にされた方など、ファッションを楽しみながら運気を高めているようです。楽しくていいですよね。夜は涼しくなってきましたから、ゆっくりお風呂に浸かるのも気持ちいいですよね。日常の行動が金運アップアクションになるところもおすすめのポイントです。他にはお出かけ、参拝、お掃除、空付け、契約の見直しや解除、デトックスやファスティングもいいです。前歴は金135、青い鷲、青い猿、音5の日です。まだまだ宇宙につながる20日間を進行しているので、目に見えない世界とのつながりや不思議なことが起こりやすい
時期です。この時期は参拝に行くのもいいですね。またこの日は変化する運気も強い日となります。人や物、情報など何か新しいものと出会うということもありそうです。そんな30日の金アップアクションは3つあります。1つ目は麒麟日の金運の器を広げるアクションです。午後11時までに夜間でお湯を沸かすです。夜間でお湯を沸かし、沸騰したら湯気が部屋に行き渡るように3分以上煮立たせます。そうすることでこの日の麒麟日の運気、幸運の日が家に巡り、お金が湧きます。そしてお金の器が大きく頑丈なものへと作り変えられていきます。可能であればお湯を沸かす前にお掃除をしたり、お香やアロマを焚く、お家を浄化した状態で行うとアクションの効果が高まります。二つ目は、夜間がなくて3分以上煮立たせることができないという方におすすめです。お湯を沸かして熱いお茶やコーヒーを飲むです。ポットや電気ケトルなどで夜間がないという方はこの方法がおすすめです。熱いお茶やコーヒーを入れたら熱いうちにゆっくりと飲みます。そうすると麒麟日の開運の効果、お金の器が作られる効果を得ることができます。三つ目は、循環するアクションです。この日は不思議なことが起こりやすく、変換運も強い日となりますので、いい運気を促すためにも古いものを排出し、新しい運気のスペースを作る循環アクションがおすすめです。どんなことがいいかと言いますと、お風呂や温泉で血行を良くしたり、マッサージで血行を促し老廃物を排出したり、ファスティングで不要なものをデトックスするなど、巡りを良くするアクションがいいんですね。手先、足先は運気の出入り口になるので、ハンドマッサージやリフレクソロジーなどもおすすめですし、簡単なところではお水をたくさん飲むこと、またホットアイマスクで血行を良くするのもいいですね。リラックスタイムを兼ねてできると嬉しいですね。深呼吸やヨガもいいですので、好きな巡りアクションを選んだり、すぐにできるものを何度も取り入れると、予定や好みに合わせて選ぶのもいいですね。4つ目は、お金に関する今後の予定を立てるです。30日は先の見通しを立てることや戦略を立てることが得意な知的な星が入っています。お金の器を大きくするといっても、どれぐらいの金額が必要なのか、やりたいことや生活費などを合わせると、あといくらぐらい増えるといいのか思いを巡らし、必要な金額を計算してみることや、そのために今できることはあるのかなと考えてみると、今まで思いもしなかったことが浮かんだり、頭が冴えたり、そういった運気ですので、今後のお金に関することを考えることにも向いています。金運の座を広げてくれる大吉日、麒麟日の日ですから、いいなと思うものがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。